フレイバージャパン。よ、フレイバージャパン TV。イエーイ、ウィンだ。終盤だ。はい、ということで今回も始まってまいりました。はい。Dリーグ解説。はい、今回はですね、はい、2月5日金曜日に開催された Dリーグのラウンド3。こちら3試合目ですね、はい、の方の映像、後世8ロックスのパフォーマンスの映像を見ながら2人でちょっとワーワー言っていこうかなと思っております。で、今日はですね、チューバに来てもらいました。はい、どうもお邪魔します、はい、で、彼は今回8ロックスのですね、もちろん一世が監督っていう形なんですけども、その中で一緒にショーケースの監修とかにも入っているメンツになります。はい、はい、あ、それ防寒衆的な感じですかね。そうだね、まあ、微妙なラインですね。失礼します。まあ、そんなところで、終盤の目線からも見てどんなところがすごいのかとか、そういったところを一緒にね、解説できればななんて思っております。いやー、それにしてもリムさん、はいはい、前回の動画はまあもちろん本編もすごく良かったんですけども、はいはい、コメントがなかなかの盛り上がりを見せてましたね。でもやっぱこうディスカッションっていうかさ、コメントがバーって盛り上がるっていうのはさ、うん、俺らにとってはすごく注目度上がるからさ。いや、そう、今回もまあ、うん、お手柔らかなねコメントをしつつまあ正直ショーの内容をいろいろ話していく上で、そう、うん、大事なのは、まあ、Dリーグっていうのはどういうものか、また、後世8ロックスはどういう風に戦って、まあ、後世らしい優勝を狙っていくかっていうのがポイントですね。じゃあ早速本題なんだけど、ショーなんだけど、はい、今回ってさ、見た方は分かると思うんだけど、バスケットボールをね、はい、コンセプトに今回作っているんですけど、バスケ、はい、はい、で、まあ、やっぱね、Dリーグっていうのの難しさ、ラウンド1、ラウンド2と終わって、うん、8ロックスみんなもね、実感してっていう感じのところがすごくあって、うん、エンタメとは何ぐらいとかね、今までショーコンテストとはまた違った側面がある戦いだから、苦戦しながらもね。そうね、まあ、今回の、まあ、Dリーグ、こう、1回戦目、2回戦目と通じて、まあ、1回戦目はこう、九州男児の戦い方、2回戦目は九州男児と、まあ、ファウンドデーションと、まあ、すごいメンバーのいい部分を出して、まあ、B ボーイらしいショーケースで戦った上で、やっぱり結果はね、なかなか厳しい結果だったので、まあ、エンターテインメントをちょっと取り入れないと、この D リーグは難しいぞ。D リーグで戦うためには、まあ、例えば小道具だったり、いろんな、まあ、シチュエーションの、まあ、場面だったりとか、まあ、コンセプト。前回で言うと、一斉が言ってた和。まあ、日本人なら和っていうと身近なものに感じると思うんですけど、それを形にするっていうのはすごい難しいところなんで、今回、まあ、バスケットボールに着目したのは、やっぱりどうしてもね、表現しやすい。スポーツの中でも大きな動きがあったり、あとは小物を使いやすい、そのボールだったらやっぱりね、手を使うっていうのはやっぱりすごく使いやすい、うん、そう部分でもあるので、これやっぱサッカーだったら使えないし、野球だったらね打って飛んでいったらキャッチできないし、バスケットボールだったらこの手の感覚でいろんなものを多分チャレンジできるんじゃないかと思って、バスケットボールっていうので第3回戦目はチャレンジしておりますよ。はい、ということで、じゃあ早速ね、見ながらちょっと注目ポイントとかちょっと止めながらね、見ちゃいますか、思いますね。では、はい、動画再生していきましょう。レッツゴー。やっぱ一斉巻いたり、これはすごく緊張すると思う、これでもテンション上がるよね。テンション上がると思います。でも緊張すると思う。監督なんて緊張するよ。お見せしますまず一斉登場ですね。いいね、バスケの振り、うん、こう、イエス、止めちゃおうか、止めるかねえ。そう、これ、うん、やっぱボール挟んでエアーしてるのむずいっていうのはそれは当たり前なんだけど、うん、この前ね、トビトラチャンネルの解説を僕見させていただいて、うん、で、その時コメントしてくれたのが、このまずこのコークスクリューっていう今のこのひねりのアクロバット、うん、ここの難しさみたいなのを説明してくれてたの、うんうん、でそれは本当にみんなにも確かに伝えたかって、フォークスクリューって手の振りすごく大事なの。大事、うん、そう、ボールを持った状態で彼今フォークスクリューするっていうのはどんだけ難しいことかっていうと、そのボール持ってるとその触れないの手が、そうね、そう、うん、拘束された状態でフォークスクリューをこう掴んだ瞬間に行くみたいな、そこってめっちゃ多分難しいんだよね、これね、うん、そうね、あとはちょっと見て分かるように、今回バスケっていうことで振り付けがブレイクダンスのトップロックであって、完全バスケの振り付けになって、今回はツグが、そう、B-Boy ツグが完全振り付けを監修したっていうところで、まあ、ツグ自体がすごくなんかエンターテインメントの世界に近いので、うん、だいぶ今回の振り付けは評判良かったと思う。良かったね、うん、で、まあ、どんどんちょっと進めていきましょうか。進めましょう、はい、そう、バスケのこのドリブルをイメージした感じ、注目はここですよ、止めましょうか、はい、B ガールあやねが繰り出した片手、うん、
あげかな。今のもね、ただの片手上げじゃなくて、やっぱ片手上げって体触れるところをボール持っちゃうと固定しちゃうから、またやりづらいところがすごくあって、うん、あと上がりすぎちゃうとまたボール落とす危険性もあるし、うん、やっぱリスクとの戦いっていう、そこの難しさをみんなに見てもらいながら、改めてショートが見てもらうとちょっと面白いんじゃないかなと思う。もうね、もう一回言うけども、ボール持ったまんまブレイクダンスなんかしないからね、大体。そうだよね。本当にこれはもう分かってほしいですね、うん、見てほしい。ポイントでした、はい、まだまだありますよ。こいつ、この方ね。イエーイ。一応何回も止めるけど、今のもボールでバク転してるけど、ボールのこの手でついてないんで、ボールでバク転してない。これ多分さっきの中で一番むずいじゃない。そうですね、うん、まあ、そこもマジで難しいね。そうね。はい、ボール持ってバク転してください、誰か。わかる、ね、はい。まあ、ちょっと切り替えの部分で、ここから両スピンのソロ、うん、勢いがあっていいですね。で、ここはもう完全に一斉の見せ場ですね。ここはバスケットよりかはしっかり一斉のフルスキル、うん、ここからビートが入ってくるところです。いいね、ナイス。アクロバットスキルバッチリです。ツーグーのキャラクターを生かしたバスケットブレイクダンストップロック、ここまで1回ストップしようかな、はい、今のところはまあ中間地点で言うと、まあ、本ちゃんのこのダンスが始まる、本当にもうバスケに特化した振り付け、うん、そしてまた一世のこのアクロバットと周りのアクロバットが融合したこの、まあ、九州男児が得意とするところなんですけども、今回本当にあの全体が綺麗に見えるように練習しまくりました、このダンスに関しては。で、最初はだいぶその普通に緩く踊ったところちょっと強めに踊るだけですごい変わってきたし、これ多分あの見てる方分からないと思うんですけど、ブレイクダンサーってなかなかトップロックでがっつり動くと疲れるんですよね。そう、今回彼ら相当最初から 100% で踊っているので、ダンスも 100% そしてフロアも 100% っていう、まあ、そこもバスケとはまた違った部分にチャレンジをしてですね、トップロック結構みんな踊り慣れてるけど、こういう動きバスケ部じゃないからね、表現、こういう普通の振りのブレイクダンス以外の表現の部分が今回すごく入ったショーケースだと思います。ここから見せ場ですね、はい、見せ場行きましょう。これ使ったようだ。おい、ここ注目です。うわ、そう、これすごい、あー、あー、これはブラボーです。ブラボーです。これは素晴らしい。いや、もうさっきから言うけど、リスクしかない、この部分。でもやっぱね、この一世の本番の強さと、あとここ最後さ、あの背中から爆中する勇気のやつがもう本番直前までちょっと衣装で足滑っちゃったりとか、いろいろあったけど、本番しっかり決めてくれる。これやっぱ本番のね、強さが伺えるなって思います。そう、ここはギリギリまで本当にみんなで悩んで、もうボールを使うっていうのも本当ギリギリに決定して、ここは一番の見せ場っていうところでやったんですけども、ウィングのように本当にリスク、かなりリスキーな動きが詰め込まれていて、で、まあ注目点は、あやねが意外とアクロバットが上手いと。そう、あやねも一緒にアクロバーンってやってから、すぐそこからソロに、あやねのソロ入るんですって、今から見てください。もう一回巻き戻し、そこだけ見せてもらっていいですか。はい、どうぞ。ファウンデーションのこのルーティンから一斉登場して、スムーズボール渡す。いやいやね。これナイスパスです。こっちがアヤネになります。ブラボー。はい、ナイス。で、すぐソロ、うん、これもね、そうですね、見せ場、アヤネの得意なフリーズから勇気の片手上げ、はい、はい、ビーボーイ鉄はい、止めましょうか。そう、これね、これもね、あのね、トビトラの僕放送に聞いてて、あの、鉄のことすごい褒めてたんだけど、うん、そう、すげえありがたかったのが、このやっぱ、ショーケースの中で、フットワークと音ハメっていう、どっちかっていうとかなり B-boy エッセンス、あの、うん、エンタメよりかは、ブレイクダンサーが喜ぶというか、アングラのシーンの人がナイスっていうような動きを、このショーケース取り入れてるっていうところで、そうですね、うん、まあ、そこの評価がね、やっぱフロアでしっかり見せてきたっていうのを褒めて、評価してくれてたんだけど、うん、鉄が本当に毎回ソロがあるんですけども、本当に緊張するんですよね。で、まあ、この裏話としては、本当に鉄ちゃんのソロはギリギリのギリギリまでみんなで話し合って、これいい、あれいいって言って、まあ、この最高の形に決まったんですけども、ジャッジの坂上さんからは、フットワークすごい良かったと褒められて、鉄、本当にショーケースはもう初心者に近いレベルで、こんだけ上がってきてるので、だいぶ今後、この鉄っていう B-boy のソロも注目ポイントだと思います。はい、では、最後に向けてですかね。はい、これ一斉考案の
これがすごい立体感が出ていいんだよね。でがっつりトップロックよりかはバスケのダンス、はい、バスケインスパイアの緩急が強い踊りね。で最後は少しバスケのニュアンスを入れてゴール的なこれがね、このね内緒でした、うん、最後もスキルを逆に使わないでいい、てっちゃんのキャラクターを使ってね、ちょっとてっちゃんが主役なんじゃないかって思えるようなね、でサングラスそうですね、うん、まあキャラ作りもね、サングラスもね、まあ実はそのウィングもちょろっと言ったんですけど、エイトロックスとしては一応全員主役ではいるんですけども、てっちゃん今回、まあ、主役にしてみようって言って結構主役級の立ち位置にしては見たんですけども、やっぱりどうしても一世が目立つね。やっぱりね、もうオーラが違うんですよ。まあでもそうやっていろんなメンバーがね、フューチャーされていったらいいなって思うね。そうですね。いや結構最終的にまとまったショーケースすごく良かったね。これ最後本当にアクロバットでこうリングを表現してバスケっぽく見せようかっていろいろ考えて、最後一世がやっぱりこうシンプルにいきましょうって言って、で結果これシンプルにした結果すごい見やすくなったんで、ここはあの本当にこの普通に2分間のショーケースなんですけども、もうああだこうだ、いやこれあれって言ってこの形になってるんですよね。そうなんで、まあ一応これが最高かどうかはもちろん見る人によっては違うと思うんですけども、僕ら構成エイトロックス、そしてまあメンバーが、うん、メンバー構成エイトロックスのメンバーがひねり出して一生懸命考えた最高の作品なので、今回だいぶ評価は高かったじゃないかな。素晴らしかった。そう、素晴らしかったですね。いやこれがね、このレベルのショーケースが2週間に1回やってくるってのはきついよね。いや、その通りですね。いや、でも彼らめちゃくちゃ頑張ってるんで、また次ね、次回2月16日火曜日、19時からまた生放送第4ラウンド目ありますんで、ぜひ D リーグのアプリからですね、ジャッジできるようになるんで、それでオーディエンス票ってのがかなりでかい。今、リヘタさんのとこのチームが独走状態ではあるんで、ぜひみんなのお力いただければなと思うんですけども、ジャッジっていうのがね、無料アプリからできるので、うん、最初はね、1ヶ月無料かな。そうね。はい。会員登録して、有料会員だとずっとジャッジし続けるんだけど、まあ、まずちょっとこれ見て気に入ってもらったら、ずっとジャッジしてもらえるように有料会員に入ってもらってもいいし、うん、ね、ぜひマジでみんなの投票が構成エイトロックスの力になりますんで、うん、ちょっと応援してほしいなって思ってるんですけども、というわけで今回、まあ、前回ツーグーと一斉のそのコメント、はい、あとはまあ動画を見て、うん、だいぶねすごくあの本人たちの熱量伝わったと思うんですけども、うん、次回の作品ももちろん一斉が毎回言うようにスペシャリティなものを絶対準備してるのでチェックしていただいて、まあフレーバージャパンとしては平等な立場なんでしょ。いやまあそうだよ、一応まあいや でもやっぱり B-Boy チャンネルなんで、ブレイクダンス推しチャンネルでは。あ、そうなんだ。そう。じゃあ、本音を言うけど、一番いいよ、構成登録者。はい、一番いい。本当にもう、まあ、近くで見てるっていうのももちろんあるんですけども、やっぱ、構成エイトロックスはフロアもしっかり使うし、ダンスもあるし、新しいものを毎回チャレンジしてるし、メンバーのそういうようなキャラもしっかり出してるので、正直言って、全部リハ、本番見てるんですけども、構成エイトロックスが、一番エンターテインメントって部分では長けてると思うので、自信持って今回このバスケのネタ、そして次回作の秘密のネタぜひ楽しみにしてもらえばと思いますよ。よろしくお願いします。皆さん、はい、これからも応援よろしくお願いします。フレーバージャパンも応援してるぜ、ということで、チャンネル登録引き続き高評価もよろしくね。コメントとかもガンガンバンバン盛り上げちゃってください。みんなそんな感じで皆さんバイバーイ、おやすみ。